結構遅刻多い人とかいます,す誰とか言えないといない。えっとね、解説者の方は遅れてくることはほとんどないです。実況の方もでもほぼないと思う。<ー>はい。あ、そうなんですね。じゃあ結構ちゃんとカチッとした方ばっかりなんですね。そうですね。まあ、ずいぶん昔に、これはあれかな。えー、っと、 一般公開しないパートでいおうか。誰が遅刻してきたかという遅刻そう、遅刻っていうか、<laughs> まあ、たまに、あの、ウルトラな人もいますよ。僕、えー、まあ、僕も一回あるかな。交通事情で、僕自身があるのは、えっと、札幌で休憩があって、全然早い、はい、デーゲームだったんですけど、はい。で、戻ってきてか、東京で夜9時半入りかなっていう中継があったんですけど、うん、えっと、普通に別に試合終わって、 飛行機が飛んでれば、全然余裕で間に合ったんですけど、2時間ちょっと遅延してしまって、はい、で、羽田に着くのが、入り時間にはもう全然、いい時間ちょっと前ぐらいに羽田に着くような展開になっちゃって、で羽田から、あの、スタジオはタクシーで使えば、そんなに夜だったら時間かかんないんで、んで、まあ、プロデューサーと話して、 とにかく、下村さん、走ってきてくだギリもうとにかく、情報を入れながら、<laughs> そのもうタクシーで全速力で来てくれって言われて、で、スタジオに入ったのが放送の何分前かな。30分前切ってたかな。っていうのは、そういうところもあります。はい。 トラブルの時はやっぱ焦りますよね、それ焦る,焦る、焦る。僕いないと実況始まらないから <laughs>。実況は、あの、わかんないですけど、多分、あの、アウトでしょうね、うんその。信頼を失っちゃうから。皆さん、ちゃんと早く来てらっしゃると思いますよ。僕は過去に3回解説が来なかったっていう経験そのうちの2回は、セカンドハーフから登場したんですけど、<laughs> ファーストハーフは遅刻して来なくて。はい まあこれを入れるのは非常に難しかったですね。突然その人が出てくるわけですから。お待たせしましたっていう形で言えましたけど。帰国したなんて言えないですもんね。しれっと入ってくるケースと、あとは、一番きつかったのは、えっと、前収録の時代があった。はい。あのライブじゃなくて。はい,はい。で、2本撮りだったのに、1本撮った後、ちょっと出てきますって言って、帰ってこなかった人がいる。<laughs> これはね、<laughs> さすがに名前。<laughs> そんなバックルバイトみたいなことあるんですか <laughs> ありますありますよ。なんか、ふいっと横向いて出て行ったきりっていう感じで、ねえ。それ、なんかその1本目でちょっと険約になったとかないんですよね。 全然なくて、うん,うん。もうなんか急に人ってそういうことを心変わりがするんだなっていう。なんか、っ <laughs> たに羽に吹かれて何か気持ちが変わったのか、読んところない事情があったのか、わからないんですけど、彼はいなくなってしまって、で、怒ったのはプロデューサーで、彼はもうその後は使われなくなりましたけども、まあ、事情がね、事情があって、わかったんだったらプロデューサーはこういうことがあったから。 また悪いけど、やってくれよって話になったと思うんですけど、もう全然、県もほろろな感じだったんで、はい、ちょっと、うん、それはなんかあったんでしょうねっていうね、別の現場ではあってるんですか、倉敷さん、その方と、<れ>別の現場ではあってるんですか。そそそれ嫌ななくなったあじゃあのの業界にいんなでなっっすかその人 あのフェードアウトしてしまったっていう、消えた漫画家みたいな形ので、<laughs> えこれはだから、いつかそういう番組があれば、お話することがあるかもしれませんけれども。<laughs> 中継中にいなくなって、そのまま業界からいなくなったら、もう事件性を感じますけどね。<あ>そのスタッフの方が。中継中ではなくて、日本撮りの2本目にいなくなったから、まだ、うん、いいんだけども、だから、こう、1人で喋らなきゃいけない状況っていうのは、いろんな形があって。 もうこれだけで多分五5、6分話してしまうっていうようなことはあるっていうことですね。いやー、面白いですね、それ。こっちは面白くなかった。<laughs> そう,、ね、<laughs> そう悲劇や喜劇のパターンですよね、はい、これそう。大変だった。まあ、一人も嫌いじゃないんですけどね。<laughs> Thank you